マジどうもシナノシルド長垣翔ラバルト今達です。第1回モンスト人狼読んで字のごとくということで、はい、人狼って話し合って、まあ、誰が人狼だと、うん、人狼は市民を倒すために、まあね、うまく駆け引きしながらやっていくのが、まあ、人狼ゲームなんですけれども、今回はモンストでその人狼をやろうかなと。なるほど。おもろいと思う。思います。ルールなんですけれども、はい、毎回クエストが終わるたびクリアしても失敗してもクエストが終わるたびに夜が来ます、うん、っていう感じのルールで今回やっていきたいなと、はい、思うんです。はい、で今回やるクエストはコンプレックスでございますね。コンプね、はい、コンプレックスを今回やっていきたいな。揃えるやつ ね揃えるやつだよ。ミスったら結構怪しまれる。バレる、バレる。まあしっかりね集中しながらで、まあ指示とかはまあ軽い感じで、まあそうね、おのおののプレイを尊重しながら、はい、ただでも協力してクリアしないと市民はポイントを取れない。なるほど。しっかり協力も含めて指示の声とかもほら人狼やったら嘘つく可能性、まあ確かにそういうのも、まあ、駆け引きとして見ながらやっていければ面白いんじゃないかな。はい、やっていきたいと思います。はい、それではいってきます。マジマンジ。え、ではね、まずは大事な人狼決めからああそうやなやりたいと思います。ではその人狼か市民かっていう紙をカメラマンさんにちょっと配ってもらうのでお配りください。はい、じゃあマグガキからお願いします。こちらになります。そしたら妹さん、はい、ここでいい？こいつ絶対平民や。平民ってなんすか？市民や、絶対市民や。こやつ、はいはいはい、これです。じゃあ皆さん目をお開けください。はい、おい誰や人狼。お前人狼やん。なんでなんで。顔が顔が人狼。もうそういう意味でお前の怪しい。失礼。もうお疲れ様。お疲れ様。お疲れ様。ではじゃあクエスト出します。いやマジじゃあみんなクリアしに行くマジで。足りない。さすがに。え何何今の。怪しい。あなんじゃっと待ってなんでなんで。なんかこれはクリアしに行こうって言ってる反面。いやいや、見て見て見て、モンスポット見て、俺、火つけてきてんだよ。じゃあ、これで、はい、行きたいと思います。いきます。一人だけプライベートなんないよ、マジで。マジでよ。ちょ、マジで。いや、行くよ、クリアするよ。いや、マジ、頼むよ、ちょっと、指示出してね。俺、わからんけ。わからんけ。指示お、わからんけ。絶対人狼じゃねえよ、お前。わからんけ。さあ、頼むよ、あー、これね。わかったわかった。いや、まあ、さすがに、みんなわかると思うけど。やるんだっけ怪しい。戦闘俺がいいって言っといて。あー、縦電パターンね。あげ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 。あ、縦電パターン。縦の。俺も縦早い。俺も縦。いや、てか俺死ぬに教わってた。もともと横早やったけど。あー。縦の方がやりやすいっていうのを知って。なるほどね。縦ドン。壁ドンね。あ、どうすっかいな。これアンチブロックないやん。アンチブロックない。アンチブロックない。でも、もう、あれ。これもいちいち踏めばいいけん。左斜め下に打って。下壁左、そんな感じで攻撃がないじゃん、優勝のまま強いだけやん。え？お、あいつ、あいつ怪しいぞ、マジで。でも自分から怪しく。え、これいや、俺、これ無理だよ。違う、これ優勝あ、こいつ優勝パワーモードがあるパワーモードがあって、チョイスで短縮と。おぉキャラミスったわ。でもそんなこと思うよ、すごいわけじゃないけど。あー強っ。ニュートンえぐ。いやニュートンバリ強い。さすがによ運極結構コンプレックス。俺が運極してるけど。待て待て待て人狼おるすみんな真面目人狼おる。人狼おすがクリアしようとしてない。ちょっと助けて助けて。いやいやそれでいいよ。待て待て待て。いやいやいやオッケーよ。マジ人狼わからんこれ。みんななんか普通よ。普通の戦いしようと。まあさすがにお前人狼おるか。ニュートンのねやっぱ友情があるからね。でも人狼はこういう中にも密かにどっかで狙っとる。確かにあのバトル5ぐらいで狙ったそう確実の市民のやつ。なにそもそも揃ってないのに友情くらまんよ。え、通るやろ。通らん。うわ、これでも一回揃えるよ。一回ってなんすか。いや、あのお前のことに対してで、これでいいよ、お前上壁行って。そう、上壁行って、計算しながら黄色行ってもうガンガンみたいな薄くよ。
スクールスクセンで感じ。うわ、ふわ、こいつやばっ。じゃあ、やばい、やばい。いやいや、そんなに。はい、揃えたい。でもそれ、下跳ね返ってくるとかかるけん、その気持ちすればいいの。やばい、おお、危ない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 、よし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 。次、おにゃんこ。え、おにゃんこやったの。危ない危ない危ない。おにゃんこ、横感じゃない。ちょっと待って、今のやつは分かった、危ないって言ったやつ一人だと思った。やばっ、こいつ俺じゃないって。だって3人危ない、3人さ、うわって言ったのに一旦指示聞いとって、それじゃないよ。やばっ、コンプレックス知らんもんだって。だって今でも1回で爆発された瞬間さ、やばいってなるやろ。お前さっきから赤ゲージの話しよったよ、これ。あ、これでもとりあえずその間に入るしか、それで入るしか、それタタタンってやるしか。1体殺さないで、1体殺さないで。ナイス、来た。イエスイエスイエス、これでしょ。いや、でかい、でかい、ベラボー、でかい、すごっ。これはでかい。俺は絶対人狼じゃない。わからないな。人狼のやつで大体すねえもんな。やっと理解した。あ、しらしまさやっとクエスト理解した。マジで。ちょっと頼むマジ。これここからや。こっからこっからよ。頑張れ。なんか怪しいじゃん。よくしゃべる。よくしゃべるな、なんか。怪しい。あ、人狼あるね。よくしゃべる。よくしゃべる。いや、まあまあまあね、1個は残してる。まあまあまあ、ミスはしてない。まあミスはしてない。そうそうそう、まあまあいいだろう。で、ここでしっかり 2P がちゃんと踏んで、うん、友情で、あのザコを殺してくれば、倒すと。そのまま右だけ踏めば、もう踏んでもあと友情に当たるもん。ちょっとなんかミスで機会かかってるよね。このキャラ初めて使うんですよね。あれ大丈夫、このキャラ初めて使うんですよ。怪しいぞ彼。大丈夫それ。アルファ存じてないけんですね。まあでもそれで行くしかないけんね。揃えた方が友情当たれば全然いける。あ、そうなんですか。友情当たれば全然いける。アソラですかって。誰の友情に当たったらいいんですか。いやいや、もう普通にもう、あの、それ、それ、それ、全然いけるけど。怪しすぎるな、こいつ。ちょっと待って。これ仮にこれで死にやったら、これ、やばいぞ。クリアする気ないぞ、スタートしたら。おい、なんでニュートンの友情当たらんねん。当たったわ。当たった。当たったけど、ニュートンの友情が当たってないっちゃう。あ、そうや、そういうことね。いや、これ待って、むずくないか。いや、もう、もう、ザコ、そうね。2つ揃えてる。あ、SSOK ね。いやー、ありがたい。オッケーオッケーオッケー。で、ここで、あいつが任せろ。いや、でも2段階溜まってないけん。あー、それしかもそもそも夜の、それちょっとそんなとこ使ったことない。夜が出る前に俺こいつ連曲してしまってるけん。確かに最初にフレーターできる。同じか。あ、でもこれ、まだそれがいいの。それが普段、それがじゃあ、わけわかんない。よしよし、誰ゲージ外したの。ゲージ外した。外してねえわ。ゲージ外したの。マジでなんかゲージの時長くないですか。いや、考えとる証拠やろ。そう、どのタイミングで外かな。外すタイミングお前やばすぎるやろ。これあれは斜めに効く。まあそれで片方2にしてくれるなり大丈夫。うわうまい、うわうわ素晴らしい。で、ここで譜面剣、もう譜面剣もう横か、もうニュートンのために貯めとる。横感か、まあ地雷拾っとくかする。横感で、まあでもどっちみちブロックには入らんけん。どっちみち不明権、不明権、どう何でもいい、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 そもそもブロックない。ブロック不明権、不明権、ブロックで不明権。お前は何言うとか何も変わらない、何も変わらない。まあせめても地雷拾うことぐらいでいいです。あえて全員の優勝。ああ、そういう大事。最後ニュートンで終わり。バグリス、これが難しいな。やば。何、怪しくない？俺が難しいや。何、失敗することを難しいな。ちょちょ、あれね、ディスコで一応失敗するかもっていうのを見せといて、失敗したらいや、しゃあないやん。どうぞ、あのプライベートみたいな電波が。やばいってそれマジで、人狼やつ。あるいは別の方向で人狼。追加してみなしていうあれにしようか。ルールちょっとやる。はい、時すでに遅し。あいつやったマジで。じゃだってわからんもん。ああ、くしゃみした人狼か。とりあえず2個
誰も触って誰も触れてくれくしゃみした人狼感じちょっと待っておいおい今笑っとったぞリアルにしくだってさそれリアルにしくだって不免権さ俺が3つ踏んだ上で やばい倒さないと、ま、マジでリアルにミスあちょっと待ってマジでリアルにミスだえ2回不免かこれでもさえらこれ次さ即しないやん即しないけん下踏んでいや下を 2で終わらせたいなんちゅうなんないけどマジで思んないなこれ何もできへんっすやることないもん下2踏んでいや下2踏んだけ踏んだうちしか減らんのあれやばいってもでこれ夜がボス斜めにボスまでで用なしだよこれ言っちゃう40秒で突き出すことができるおい怖かったしゃべらんくなるな違うけどいや今危なかったよね相当おいいやでもいいよ星が違うよちょっと待ていやマジなんで2にならなかったのにしてこいつ先輩おい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 何マジで2にならない仕事させてやることないけど意外とこいつスピードないよあ、でも、飛ぶね。停止具合。あれじゃない？なんでそれ？おい！おにゃんこぽんが強い。おい、これ生きるぞ、マジ行こうぜ。おにゃんこぽんが強いって情報だけ知っとる。まあね、パワーモードあるけど。パワーモードあるけど。いや、ここよ、難しいの。やってるよね。ボタンで黄色くめんかって今。やっちゃってるじゃない。ああやばい。こうや。いや角度違ったって今。臭いななんか。まあバナナ。まあでもポンがある。いやでもポンだって逆に言うとポンこれ全部踏めるけど。ポン左からじゃん。左から。お前。え、お前。え、何の絵？ちょっと待って、何の絵だったんや。え、あ、ブロックないことに焦った。え、今、いけてしまったやばい。いや、これ、言ってる。やべえ、ミスったみたいな。あそこで揃えへんかったらやばいでしょ。しゃあないな。これはしゃあないな。しょうがないですよね。こういう演技は？これ思考の時間長いっすね。知るか。お、ちょっと待って、ちょっと。やばいやばいやばい。ちょっと待って、その知るかみたいな感じで打つのやめてくれ。いやでも見てほらちゃんと立てる。見てんじゃなくて、その知るかみたいな感じで打つのやめてくれんだって。市民だったらさ、協力してくれしようって今言ってるのにさ。いや協力はするよ。してないやんその知るかはだって。今俺同じお前市民としてやってること間違ってるけん。お前が市民やったとしたら、お前それ市民として間違ってるぞ。お前市民の人狼や。どういう意味？市民の人狼って何？市民の人狼。人狼元市民。元市民や。あし。うわにゃんこきつ。いやこれむず。いやでも二つだけでいいですか？いやでも次横からでいっちゃう。マジやっとるなもうむず今のそのむずっていうのはクエストに対してですかそれとも人狼に対してですかいやこの2回踏むっていうのはむず先輩やいってくれよしもっとここで35秒
超えるか。おいおいおい、まさかまさかタイムアップでやってる。お前市民として間違ってるぞ。お前本当にお前市民の中の人狼やな。よー、いいね、ベラボー、えぐえぐ、よし、いいの、素晴らしい。最後の最後で今ちょっと不明かったが微妙やったね。ちょっと怪しかったけど危なかったぜ。いや素晴らしい。さあではここからですね、話し合いですよ、はい、ではここから会議の時間でございます。はい、ランマルはちょっと喋りすぎた。正直。動画やっけ。いや、それ、それはみんなや。動画を面白くしようとして、わざとちょっと、これ、どうしようかな、どう、これいいっすか、友情でいいっすかみたいなのが、逆に、それが、逆に人狼じゃないかなと思って。で、マグアキは逆に言うと、本気のミスが多かった。それは、つまり、しゃあないや、あれだ。本気でミスったんじゃないかなと。いや、本気でミスったよ。下手くそでも。本気でミスったよ。いつも人狼じゃない。いつも通りや。そのミスった、のと、さっき言ってみたいですね。ミスったのもあるし、俺が喋りすぎ、うん、で、俺は俺じゃないじゃないですか。まあまあまあ、まあ、で、こうなる、まあ、俺も俺じゃないからこうなるわけよね。妹達は 100% 聞いてるからないと思ったんです。もうそれは一番最初で思って、ね、うん、で、それに対してあの説教をしてたんで、それはないと思います。なるほど。じゃあ、朝をそろそろ迎えましょうか。はい、では、指差します。せーの、せーの、ランマルさんでございます。なんで、ね、やば、それはしゃあない。俺死んだよ。ランマルさんは市民でございます。嘘、いや、いいんじゃないですか。お前ちょ、嘘くさすぎる。お前な、最初めっちゃ普通や。やばいって、それはそれはやばいって。それはやばいって。なんで今、いや、マジか。じゃあ、その次どうする。その、ランマルが今抜けるわけやん。一人が2体動かすわけよ。それ誰にするか決める。でも本当にさ、俺を疑うんだったら、俺に動かすのは危なくないじゃん。でもクエストクリアするには俺の力必要だと思う。なんか、うまい具合になった。いや、そうやん。来るなぁ。こん中ででも、もう一番できるわけやん。そしたらもうなんか疑われてない二人じゃなくて、こいつ、こいつ、じゃあ、そしたら。ああ、それでもいいよ。平等。正直信じてほしい。俺マジ、相当市民やけん。いや、分かった、信じよう。俺を2にして。まあまあ、ハイトピストルズを2、2、1、1爆弾。ああ、じゃけん、1、2、3。ニュートンも決断にも出た。こんな感じでいい。